皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも私です。八つ墓村続きやってまいりましょう。では前回ね、見事私の推理によってあの宮子さんが実行犯だったっていうところまで判明しましたね。で宮子さんに自首してもらわないと達也さんが危険ということで詰め寄っている最中なんですけど、小茶の尼が殺された理由ね、小茶の尼が見た殺害現場と、金田一さんたちが見た殺害現場、何が違ったのかっていうのを答えるっていうところからですね。で多分久野先生のメモじゃないかなって思うんですけど、久野先生のメモだったんです。メモが違う、見てもないのになんでそう言えるのかしら。メモの内容が違うんじゃありません。小茶生が見た犯行現場にはメモがなかったんですよ。メモがなかった、私に言われてもわからないわ。簡単な話ですよ。梅光尼の膳に毒を仕込んだ犯人が夜中に尼寺に行くとは考えにくい。ではいつメモを置いたのか。犯行現場を発見したその時なんですよ。宮子さん、現場を検証する前にあなたも尼寺にいましたよね。達也さんが井川牛松さんや久屋さんを殺すのは物理的に不可能です。となるとあなたしかいないのです。あー、その時にも見つけた、その混乱に乗じて去っておいたってこと。犯行現場にメモを置き、無事達也さんに見つけてもらったものの、その後小井茶の尼の侵入跡が見つかったのです。もし小井茶の尼が盤に侵入した時メモがなかったと証言したら、あなたは一気に捜査対象へとなっていたでしょう。そこまで小井茶の尼有能か。目的完遂のために小井茶の尼を殺害したのです。計画表から外れても目的の方が大事だったんでしょう。ふん、面白いお話ね。でもあなたの憶測の域を出てはいないわ。推理通りなら私でも犯行が可能だったというだけね。私が犯人だという証拠にはならないわ。もちろんです、重々承知しています。てかさ、宮子さんさ、自分の命が長くないと悟ってこのまま死んでいくつもりやって言ってるけど、これ何の病気なんやろね。急にここ数日で顔がこんなパンパンに腫れ上がって死んじゃう病気って何なんやろ。だからこそ僕も犯人が誰なのか迷ったのです。警察も里村慎太郎さんが犯人だと思ってるようですしね。あー、そうやってゆすりかけるか。そうやね、里村慎太郎を後継ぎにしたくてやってるのに、里村慎太郎に容疑がかかってんねんでって焚きつけてんのね。それがどうしたっていうのよ。私には関係ないわ。関係がない、そうでしょうか。ええ、何も。そもそも無差別殺人と私の過去に何のつながりもないわ。無差別殺人、確かにそう見えるように犯行を重ねていましたね。ですがそれは目的の犯人を隠す、目的の殺人を隠すためのいわば迷彩だったのです。井川牛松、多治見久屋、梅光尼、小茶、小梅様、久野先生、春代さん、あなたが殺したかったのは、殺したかったのは、殺したかったのは、え、あれ、いない、あれあれ、私さ、殺したかったのは達也さんかと思ってんけど、達也さんやろ最終的に。あれ、達也さんないの。達也さんの、待って、達也さんの保護でいける。あれ、嘘、達也さんじゃないの、その中にいる。うん、真犯人の目的は多治見家の遺産やろ。
達也さんってないな。達也さんの保護で達也さんってことになるかな。あずまやでいいんかな。あずまや全員ってことになるかな、これで。あずまやの者たちでしょ。あ、これでいけるんか。私があずまやを。どうして私があずまやさんにそんなことしなくてはいけませんの。私は多治見の人たちに何の恨みも持ってないわ。ええ、あなたには一文の得もありません。それが不思議だった。ですがあなたの昔の話や今の話を聞いてやっと分かったんです。あなたはすべてある人物のために犯行を行った。その人物こそ、これは里村慎太郎やな。里村慎太郎、その人です。悪い顔しとんな。多治見家の人々がすべていなくなり、達也さんが犯人になれば、あの家の遺産は丸ごと慎太郎さんのものになるのですからね。宮子さん、あなたは先夫先夫の死後、慎太郎さんと結婚するつもりだったのではありませんか。いいえ、そんなことありません。ではなぜ資産もあり、都会で生活もできるあなたが、このような村にとどまり続けるのですか。買いかぶりですよ。女一人で生きていくには不都合も多いのですよ。だからこそ慎太郎さんの求婚を望んだ。違いますか。お言葉ですが、宮子さん、こんなことをして慎太郎さんが喜ぶとお思いですか。何の関係もない人たちを巻き込んでまで。ごほ。男の人にはわからないかもしれませんね。くそ、なんでなんで、なんでうまくいかないんだ。あの人もそう、戦争が終わるとふぬけのようになって、私はちっとも気にしないのに、地位やお金のことばかり気にして、何年待っても何年待っても私の気持ちなんて何も分かってくれなかった。ゲフゴー、達也さんさえ村に戻ってこなければ、ずっと待ち続ける気だったのに。え、呼びに行ったのって断りきれなくてってことなのかな。久谷さんは持病が、春代さんは子供が、待っていればいつかはあの人が本家を継ぐはずだったのに。畜生、どうして私だけうまくいかないんだ。真実を話し、ご自分の気持ちを慎太郎さんに伝えたらどうですか。ふふふ、今さらそんな。あなたはこれから罪を滅ぼさなければなりません。そのために後悔を残すのは良くないと。今さら気を使ってるのかしら。自分で自分のことくらいわかるわ。ゴッゲフゲフゴーゴー。ちょっといいから、達也さんが犯人じゃないって言ってあげてよ。大丈夫ですか、宮子さん。金大地さん、私の負けだわ。すべてゴー、話しましょう。ゴーゴー。じゃあせめて総吉さんの証人になってくれません。時間がないわ、警察の方を呼んでちょうだい。宮子さん、そんな時間ない。自分の体のタイムリミットってわかるもんなんかな。お、金大地さん、宮子はどうでしたか。ええ、すべてを話すと、そう言っています。本当ですか、金大地さん。そりゃ大手柄ですよ。病状は思わしくありません。調書は床で取らせ、床で取らせてやってください。わかりました、そのように指示しておきましょう。さて、これで村人との約束は果たしましたが、まだ吉蔵と周は洞窟で達也さんを追っています。すぐに行って吉蔵と周を説得しなければ。ちょっと待ってください、今いろいろと手配してますから。洞窟の中声響くんやからさ、犯人は都だったぞーって言ったら小玉でなんとかならんかな。まずは宮子の逮捕状請求と人員派遣、それから鬼火の淵と小玉の辻に残っている村人を解散させ、そんなの待ってられません。こうしている間にも達也さんは吉蔵たちに命を狙われてるのです。
僕は抜け穴から先に行きます。それでは私と達也さんの友情。はあ、どうにか抜け穴から鍾乳洞に入ることができたが、ここはどこだ。ああ、辺りの様子から察するに、どうやら鬼火の淵の対岸のようだ。しかし今来た抜け道じゃ狭すぎて、達也さんだと通れないぞ。帰りはどうしたものか。後で考えよう。とにかく今は達也さんを探すのが先決だ。達也さんはどこにいるのだろう。騎士像たちが待ち構えている鬼火の淵や小玉の土へ行くとは思えない。おそらく狐の穴のどこかに隠れたと思うのだが。じゃあ、どうなんやろね。その狐の穴のところに直接行く方が、吉蔵たちに達也さんじゃなかったよって説明するよりも早いのかな。準備もなく、たった一人で探し出せるだろうか。とにかく行ってみるか。吉蔵たちさえ解散させれば、後の村人はその達也さん見つけるやいなやぶん殴るみたいな人いなさそうじゃない。この辺りにいると思ったんだが見当たらないな。準備もなしにこの奥へ行ってしまったんだろうか。この先生を探しに来た時はロープもあって、警部と達也さんと3人だったから事なきを得たが、むやみにこの先へ入り込んでしまうと迷って出られなくなる。おや、これは弁当に水筒、誰がこんなものを。それに鍾乳石に木綿糸が結びつけられている。これは達也さんがこの先を探索している証じゃないか。この洞窟を行ってみよう。木綿糸で、真っ暗闇の中、木綿糸ないやん。おい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 、私に木綿糸見えへんねんけど。迷っちゃうよ私って言いながらズンズン。かすかだが風の音が聞こえる。木綿糸見えてんのかな、私の動かしてる金田一さんには。かすかだが風の音が聞こえる。この先は行き止まりか。まああれか、道に迷ってっていうか間違えても許される感じかな。まあ、私はね下のマップ見ながらやからそうそう迷わんけど。あら、私はこうやってね、よいしょ、右下のマップを見ながら進むからね。木綿の糸なんて必要ないのよ。まあこれ多分この風の音が聞こえるっていうルートが正解なんやろね。こっち不正解なんちゃうか、風の音聞こえてないから。あ、正解っぽい。奥行ったなあ。れ、正解っぽいかと思ってんけど、風の音が聞こえるっていうところで壁調べるとか違う？違うか。急にここに来てそんな RPG みたいなことする。あ、これ竜のアギト来ちゃった。一応壁も調べとこうか。ごめんね、ちょっと鼻シュンシュンしてるから時々ショッてするけど。ダメだ、見つからない。これ以上進むと僕まで迷ってここから出られなくなりそうだ。もしかしたら達也さんは村の様子に気づいてそっと鍾乳洞を抜け出したのかもしれない。え？これ待って、達也さん見つけられなかったからゲームオーバーとかない？あ、うわ、いくら洞窟狩りをしても達也さんの姿は見当たらなかった。これバッドエンドちゃう？数日後、鍾乳洞に配備された警官から
落盤事故の知らせが届いた。警察と村の青年団によって救出作業が行われたが、生存者はおらず、複数の死体が見つかっただけであった。自白した西屋の森美也子も断末魔の時を迎えた。犯人を見つけることはできたが、達也さんを救うことはできなかった。バッドエンドや。八幡村のたたり、信じたくはないがそうとしか言えない無残な有様だった。一つの疑念が僕の頭につきまとって離れない。あの時本当に犯人逮捕を優先してよかったのだろうか。僕は救いを求める達也さんを助けに行くべきではなかったか。過酷な人生を歩み、出世の秘密に苦悩していた一人の青年を、殺人事件に遭遇し運命に怯える依頼人を、僕は助けることができなかった。いかに犯人が有利だった状況かとはいえ、偽装に翻弄され多くの殺人を食い止めることもできなかった。せめて達也さんだけでも不幸な境遇から救い出すことさえできれば。だがどれだけ後悔してももう遅いのだ。八幡村、今後その名を聞くたびに僕は思い出すだろう。恐ろしい伝説とそこで出会った人々、そして胸にかすかに残る後悔の念を。ああ、これ道間違ったとかじゃなくて、道間違ったとかじゃなくて、そもそも宮子さんを問い詰めるのを優先したからってこと？ええー、ちょっと待ってよ。じゃあそこをやり直そっか。ではとりあえずここから始めてみましょう。宮子さんよりも達也さん探すの優先にするのもいいかなって思ったんですけど、ここでまあ、一発で達也さんの元にたどり着けたら別に問題ないんちゃうかなって思って、こっから始めてみようかと思いますね。で、一応これで保存しとくね。で、さっきは左上から捜索して外れやったから、風の音が聞こえる。この奥いなさそう。いなさそうな気せん？妙な匂いがする。達也さんだろうかって言ってるけど。妙な匂いがするってな。妙な匂いがして達也さんって。あ、匂いが強くなってきた。あ、待って、いる？いける？これ。こっちルートいける？達也さん、この奥？この奥？いてる？これは落盤事故の跡か。様子を見る限り最近崩れ落ちたようだが、なんだかやけに油臭い焦げたような匂いがする。これはもしや、松明の匂いか。そういえば洞窟で会った時、吉蔵が手にしていたような。もしや吉蔵もここにいたのか。だとすると達也さんも。達也さん？おい、達也さん、いるなら返事を、待って。落盤事故で死んだってこと？金田一さん、ここです。私はこの岩の向こうです。達也さん、よかった。無事だったんですね。よかったよ。待っていてください。今、助けを呼んできます。あ、このルートでも行ける系？僕は警部と共に救出隊を組織し、昼夜問わず作業を続けた。そして3日後。あ、よかった。いや、組織を作ってやったけどあかんかったみたいな、またバッドエンドかと思ったけど、でも3日間達也さん閉じ込められてたん？達也さん、今行きます。もう少しの辛抱です。あんた3日間もよくご無事で。達也さん、無事で何よりです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。3日間大丈夫やった？怪我などありませんか？体調の方は？少しふらつきますが大丈夫ですよ。
それより金田一さん、あれを見てください。あれ、ほら、あそこです。あれは、は、まさか、アマコの落ち人の伝説の黄金三千両。ここに迷い込んだ時に偶然見つけたのです。本当に存在するとは。ということは、ここが竜の秋戸と呼ばれる場所なんですね。ええ。御仏の宝の山に入る人は、竜のアギトの恐ろしさ知れ。ここが私の守り袋にあった歌の竜のアギトに当たるのでしょう。竜のアギト、たびたび入り口で落石があったのかもしれません。ついにあの地図の謎を解き明かしたのですね。偶然黄金を見つけたから思いついただけです。考える時間だけはありましたから。それよりも事件の方は、もう大丈夫ですよ。安心してください。真犯人は見つかり、あなたの無罪は証明されたのです。本当ですか？隠れててよかったね。でもさ、春代さん殺したのはじゃあ誰？後でゆっくり説明しましょう。吉蔵が見たって言ってたもんね。こうして神戸から始まった八幡村の事件は一応の解決を果たした。体力を消耗した達也さんは高熱を出して寝込んだが、新井先生とのりこさんが付き添って次第に回復していった。一方、事件の真犯人だった森宮子は、供述を終えた途端に突如苦しみ出し、ほどなくして絶命した。宮子の断末魔の苦しみは想像を絶するものだったという。骨肉を食い荒らすような凄まじい苦痛にうめきながら最後の息を引き取ったのだ。それはまるで春代の復讐のようであり、無意味に殺された被害者の恨みのようでもあり、天罰のようでもあったという。そして事件解決から1ヶ月が過ぎた。春代さんの57日法要が執り行われるこの日、一同は多治見家に集合していた。多治見では春代の57日法要が執り行われた。法要が済んだ後、僕は座敷に事件に関係する皆を集めて宮子の犯罪について説明した。とまあ、このような経緯で事件は解決したわけです。ああ、慎太郎さんとか、どうなったんやろってすごい気になるところやけどな。私のいない間にそんなことがあったのですね。ひとえに金田一さんの活躍の賜物ですよ。しかしまだわからないことがあります。久野先生が私を逆恨みして、逆恨みして殺人計画のようなメモを残したとして、本当に私を殺すつもりだったのですか？久野先生は初めから人を殺すつもりなんてありませんよ。それはどういう意味なんです？どうもよくわからんが。久野先生は計画を楽しんでいただけで、人殺しなどするつもりはなかった。だから奇抜で応じかけな方が良かったのです。他人を恨んで殺してやりたいなど、我々ボングの人間は終始考えます。けれど実際に行動を起こす人はいない。不幸にして、それを文字にして書きつけたのが間違いのもとでした。自ら掘った穴とはいえ、気の毒なのは久野先生ですよ。自分が立てた計画通りに順次人が殺されていく。久野先生の驚きと恐怖は想像を絶するものがあったと思います。ああ、それで私は関係ない、私は知らんみたいなこと言ってたんか。誰かが自分の計画を実行している。しかしそれを人に打ち明けられない。そうした絶望の最中に飛び出したのが、あのポケット日記のメモでしたから。いたたまれずに逃げ出したとしても仕方のないことでしょう。そこを真犯人の森宮子につけ込まれたわけですね。ほとぼりが冷めるまで姿を隠せば、なんとか打開の道がある。
などと巧みに惑わして洞窟に誘い込んだのでしょうね。すると美和子さんは洞窟の地理を知り抜いていたのですか。そうですよ、あれほど才たけた夫人ですからね。埋められた財宝伝説に興味を示さぬはずがない。かなり以前からあの人は洞窟の探検をやっていたんでしょう。少なくとも小梅様殺しの前に猿の腰掛けに来ていたのは確かです。都の手文庫の底から大判金貨が3枚見つかりました。ああ、それはあの洋蔵の石棺の中にあったものですか。そのようです。あれを見つけて待ち構えていたか、ちょうど中身を確かめている時に小梅様と小竹様が偶然やってきたのでしょう。いきなり襲いかかって小梅様を絞め殺した。双子杉で雷に裂かれ倒れたのは小竹様の杉の方ですから、できれば小竹様の方を殺したかったのでしょうがね。そういえば最初に宮子さんに大叔母様たちを紹介された時、小梅様と小竹様をいつも間違えると、宮子さんにとって殺すのはどちらでも構わなかったわけです。恐ろしい女でしたな。ああいうのを、何これ、女妖というのでしょうか。彼女は天才的毒殺魔であり、同時に天才的殺人鬼でもあったわけです。その後の調べで西屋の離れから毒物が見つかりました。毒入りの握り飯と水筒も。春代さんを殺した後にすり替えるつもりだったと思われます。達也さんを犯人に見立てて服毒自殺と見せかけるためでしょう。ではもしもあの時姉を助けに行くのが遅れたら、久野先生と同じことになったでしょうね。なるほど。ちょっといいですか、金田一先生。ほんのやっぱ吉蔵の達也さんが刺したんやっていうのはもう 100% の見間違いやんな。あいつまず土下座せえよ。はい、何でしょう。結局はわしが依頼していたように宮子が犯人だったわけだが、わしのように勘ではなく、いつ頃犯人だとき、わしが依頼していたように、ん、ちょっとよろしいですか。その依頼というのは、野村さんお話ししてもよろしいですね。いや、私も何がなんだかよ。実は野村さんの依頼というのは弟の達夫さんの死について、まあつまり当時の宮子さんの夫の死について深い疑惑を抱かれていたのです。疑惑というのは、達夫氏は毒殺されたのではないか、犯人は宮子ではないか、そういう強い疑念を持っていられたのです。それじゃあ何かね、金田一さんは最初から宮子さんを疑って、いえ、事件の調査は依頼されましたが僕は断りました。当人を前にして言うのもなんだが、ご主人は復讐に燃えていた。ご霊帝を愛するあまり宮子さんを憎んでおられた。まして達夫氏が亡くなったのは太平洋戦争の3年目、死因も脳一血となっており証拠は何もありません。そうご説明して依頼をお断りしたのです。しかし野村さんはひるまなかった。宮子さんの神戸行きを知って僕に強引に別件を受けさせた。それが達也さん探しというわけです。少しでも八幡村に関わっていれば、いずれ弟のことも解明してくれる、謎を解いてくれる、それに期待するしかなかったのだよ。そしてそれは叶った。牛松さんや久屋さんの死に方を聞き、わしは宮子だと確信したからな。その割にさ、達也さんが犯人やって焚きつけたんは宗吉さんやと聞いたけど、まあ、でも吉蔵の言うことやからな。あれは弟の達夫の死に方と同じだ。なぜそれを僕に教えてくれなかったのですか。証拠がない。あの女がそんなもの残すはずもない。そんな状態で宮子が犯人だと力説しても誰も聞いてはくれん。
濃茶の甘や吉蔵と同じ扱いを受けるだけだよ。捜査を混乱させる人間を増やしてどうする。わしにできたことは先生を信じて真実が解明されるのをじっと待つことだけだった。僕が最初から依頼を受けていればよかったのですね。そうとも限るまい。その場合西屋に投留することになり、都は監視できたかもしれんが、あの女なら先生の目を盗んで犯罪をやり通したと思う。そして達也君のそばにいなければ発見が遅くなったこともあるだろう。この一連の事件は東屋を中心に起きていたのだからな。どちらが良かったなどということは神ならぬ身ではわかるはずもない。まあ過去を振り返ってもしょうがないですよ金田一さん。事件は解決し謎は明らかになった。そして達也君は無事。これ以上何を望むというのですか。ははは、全くです。心機臭くなりましたね。あのすみません、おや達也さんどうしました。金田一さんや磯川警部はすでにご存知なのですが、この村の皆さんにも報告したいことがあります。ついこの前、私は鍾乳洞で吉蔵らに追われておりました。その時に発見したのです、尼子の落ち人黄金三千両を。本当かね達也君、本当か。慎太郎さん、あんた宮子さんのあれ知ってる、あの殺人を犯した動機。皆さんご心配には及びません。私は決して夢を見ているわけでも狂ってしまったわけでもありません。まさか本当に存在するとは。鍾乳洞で落盤が起きた際に偶然見つけたのです。黄金は外に置いてありますので後ほどぜひご覧ください。いや大したもんだ。300年以上も見つからなかったものを見つけてしまうとは。多治見の跡取りはやはり違いますな。はははははは。これ本当の子供じゃないって言わなくていいのかな。いやすごいよ、すごいよ本当に。あ、慎太郎さん、なんだね。ちょっとお話があるのですが。一体なんだい。これは話というかお願いなんですが。お願い。私は多治見家の相続を辞退します。そうか。慎太郎さんが後を継いでください。それが私の願いです。理由を聞かせてもらってもいいかね？理由ですか。私にとって多治見は、やはり自分の家ではありません。春代姉さんも、久屋兄さんも、小梅、小竹おばさんも、もちろん家族です。私の両親はすでに他界していますが、家族が増えたことを単純に嬉しく思っています。だったら、いえ、それでもやはり私は寺田達也なんです。寺田虎蔵と寺田鶴子の子なんです。そうか。多治見家には期待を持たせるような真似をして申し訳なく思っております。こんな私ですが、また八つ墓村に来る際にはぜひよろしくお願いします。そうか、もちろんいつでも来るといい。私たちは君を歓迎するよ。全財産相続できるしな。ありがとうございます金田一さん。達也さん、金田一さんにはお礼を言っても言い切れないほどです。ありがとうございます。いえ、滅相もない。達也さん、その決断で本当にいいんですか？ええ、構いません。ずっと考えていたことですから。そうですか。さて、それでは行きましょうか。皆さん本当にありがとうございました。また必ずこの村にやってきます。それまでさようなら。こうして数奇な運命で彩られた八つ墓村という事件は幕を閉じた。達也さん、のりちゃんと何もなかったんかな。じゃあ、あれから3ヶ月後、八つ墓村から一通の手紙が届いた。
差出人は里村慎太郎である。彼は今、八幡村に石灰工場を建てるべく奔走しているようだ。あれだけの鍾乳洞を形成する村だ。専門家も太鼓判を押しているらしい。彼はこの事業について次のように記していた。新しい事業が起こり、近代技術を身につけた人間が大勢来るようになれば、村の人たちのものの考え方も変わってくるだろう。迷信深い人間を矯正できるだろうと。職業柄、たたりなんてものは信じていないが、人の心の理解できない部分をそう呼ぶのかもなと思う。僕の仕事はそんな謎を解決することだ。僕はこれからも誰かの日々のため駆けずり回る。探偵家業に平和は似合わないからだ。つくづくそんな商売だ。え？いや、これバッドエンドではないけど、なんかいろんなものをシュッてそのままにしちゃってる感じはあるよね。まあ、結局その達也さんが家を継ぐことなく帰ったっていうところには、まあ爽やかな好青年ぶりが伺えたよね。まあなくて元々の財産やし、まあ達也さんからしたら多分自分は血が実は繋がってなかったっていうのを屏風で知ってたやろうから、多分その辺ぐらいから考えてたことなんやとは思うねんけど、ただあんだけお兄様お兄様って懐いてたのりちゃんどうしたんっていうのと、あとさ、こいちゃんの天の家の方角からツルハシみたいなの持って出てきた慎太郎さん、あれ何してたんっていう、なんかそこがそのままにされてるよね。ちょっとこれ時間どうかな。あ今の時点で40分ぐらい、40分は言い過ぎだな、30何分かぐらいやってるから、じゃあ動画をどっかで切るか、まあおまけ編みたいな感じで、みやこさんに自首を迫るのと達也さんを追いかけるのを順番逆にしてちょっとやってみるね。なので、まあこのまましれっとそのままそれ行くかもしれないし、ここからおまけ編みたいな感じで一旦動画が終わるかもしれないんですけど、まあ興味のある方ぜひ見ていってください。てかこれちょっと見ていってほしい。どうなんやろね、慎太郎さんのあれ気にならない？気になるよね。ちょっとやってみるわ。ちょっと待ってね。